リカルド・デ・マドラーソ作、説教師、リカルド・デ・マドラーソは、スペインの画家である。多くの画家を出した、マドラーソ家の一人で、オリエンタリズムの画家の一人である。スペインのオリエンタリズムの画家、マリアのフォルトゥーニの儀帝でフォルトゥーニの強い影響を受けた。マドリードで生まれた。祖父のホセ・デ・マドラーソは、肖像画家で、父親のフェデリコ・デ・マドラーソも、肖像画家で、 王立サンフェルナンド美術アカデミーの校長などを務めた人物である。父親の兄弟にも画家や美術評論家、建築家がいた。母方の祖父、タデウシュクンツェも画家だった。兄のライムンドでマドラーソも画家になった。父親から絵を学んだ後、王立サンフェルナンド美術アカデミーで画家のホワキン、エスパルターと彫刻家のリカルドベルベルやポンシアーノ、ポンツアーノに学んだ。 1866年に画家のマリアのフォルトゥーニと知り合い、翌年姉のセシリアでマドラーソがフォルトゥーニと結婚した。リカルドはフォルトゥーニの家族とトレドで暮らし、その後フォルトゥーニとローマに移った。兄のライムンドでマドラーソもローマのフォルトゥーニのスタジオで活動したこともある。1866年にフォルトゥーニがパリに移った時も同行し、パリでは 美術館の作品を模写して修行した。不仏戦争が始まると、パリで活動していたライムンドとスペインに戻り、グラナダで暮らした。1871年に、ホルトゥーニとジョセップ・タピロ・バロとモロッコへ旅した。1874年に、ホルトゥーニはイタリアで休止するが、ホルトゥーニの没後にも、モロッコへ旅した。ホルトゥーニの没後、ホルトゥーニのスタジオを整理した。 その後は、パリとマドリード、モロッコの誕生を行き来して、作品を描いた。1884年に結婚し、1885年から、マドリードに住み、肖像画家として、働くようになり、スペイン王妃、マリア・クリスティーナやアメリカの富豪、ハンティントン、フランスの画商ポール・デュラン・イコール・リュエルや、アメリカ大統領となった、ウィリアム・タフトラの肖像画も描いた。 ありがとうございます。